を助けてくれたんでしょ。見合わせちゃった。やめろ白猫、顔が近い。絶対あると思ったよ。ハンカチありますよ。じゃあニプジ君拭いてくれる？いいんですか？よくない！なるほど。カバさんが何とかするべきですよ。けしからんおっぱいだ。ああ、ちょっと今日の酔い方はよくねえな。おい、今なんつった？いいな、いいな。私も欲しいです。酔っ払い。大丈夫ですよ。チャオ。こんにちは、沢木口さん。チャオです。いやいいじゃないですか。明日も休みなんですし。困った人ですね。そんな困ったちゃんには指導が必要かな。指導ですか？指導ってどんな？あ、そんな、高橋先生、今までなんて、そんな、あ、ダメ、三角定規が教育されちゃう。仕事どうしよう。ついに赤門入りか。貯金でさ、少しの間はしのげるかと思ったのに。うち来ます？いや無理でしょう。私寝るとき全裸だよ。マジっすか？俺も全裸布団いいっすよね。よくねえよバカ。再びお前の前に現れるだろう。その時まで。日室先輩、お酒入っているのによくスラスラと説明できますね。当然よ。雪村くん、好き。ねえねえ、雪村くん。なんだ。理論的に最高値のキスして。はやってやって、雪村くん。子供か、貴様は。まだ言ってみただけさ。いや、言ってみたかっただけさ。これ、声がでかいぞ。愛してるよ、ベル君。すごく変な顔。それに、こんなにいっぱい増えちゃってずるい。スバル、みんなでお菓子独り占めするんだ。みんな、私に隠れてこっそり、こっそり、こっそりなんでしょう。あー、もう可愛いなこの子。なんだ薄いか、何やってんだこんなとこで。さてまた雪村にチューしに来たよな、この下手野郎めが。ひゃ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 。わー、意外と柔らかいな。もっとツンツンしてるかと思ってた。楽しいな。分かった分かった。アリス、熱い。あ、ダメだってば。アリス、ブイ、中指と人差し指。スバル君。はい、何でしょう、レムさん。カプリー、カプリー。バカにしないでください、スバル君、スバル君、スバル君。いつもの3倍呼んでくれるな。でも今日は楽しい席なので、ちょっと気が緩んでしまいました。だからスバル君のせいです。ゴロ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 。おい、なじみ、それ炭酸か？わっ、とてってきちゃった。やめろって。いやー、かけるたんのエッチ、なじみのこと脱がそうとしてる。何言ってんだよお前は。嫌いなの。嫌いじゃねえ。じゃあなじみにチューして。ダメ。
何してるにゃ。いやこれは何でもなくて、つか何その格好。二人っきりでどこ行ってたんだにゃ。つーか、どこ行ってたんですか。ぼさっとしてないで早く継ぎなさい。いやそろそろやめとけよ。牛じゃあるまいし。だからさっきも言ったけど、それは俺じゃない。いいから継ぎなさい。なぜ黙ってるの。なんて石頭なの。そうか。ご覧の通り相当酒癖が悪い人なので、あとは俺がどうにかしておきますから、皆様どうぞ仕事に戻ってください。ささ、早く。なんでここにいるんだよ。だって彼氏に振られて寂しくてつまんなかったから、そうたに慰めてもらおうと思って。はいはい、みさかみすずさんですよ。てめえ趣味は数論のお勉強、特技は水泳、おっぱいは91センチです。知るかボケ。そこらのタクシーでも捕まえてろ。私は年下なら男の子でも女の子でもチューしちゃうんだぞ。お、なんだ今の音。ねえダーリン、あんた女の子とキスしたことってある。は、あたしとキスしてみる。はあ、あんたその年でキスもまだなの。ダサ。じゃあさ、あたしがしてあげてもいいわよ。お願い。ダメだって。しようよ。絶対だ。ドール、あーんです。あーん。ゆりえ、その熱でもあるのか。にゃい、全然ありません。やっぱり酔ってる。酔ってにゃいでしょ。じゃあこの指何本だ。トールが3人です。決定的だ。しっかりしろゆりえ。痛くなりましたね。完全に酔ってるな。トムヤ君。な、トムヤ君。はい。そんなにお母さんが気になりますか。そうなんですか、トムヤ君。なんかドキドキしてしまいますね。あのな、サナエの胸はでかいぞ。トムヤ君、どうしてそんなにうろたえてるんですか。もうからかうのはやめてやれ。私は本気です。あ、何。はっきりしてくれ。どういうつもりだ。そういえば、小野寺はどうなったんだ。わー、一条くんだ。小野寺、大丈夫か。なんかね。うわー、何やってんだ小野寺。ストップ、ストップ。ケチ。あ、髪もツヤツヤで柔らかくて。ソラ、どこ行くの。ダメ、ソラもゴロゴロするの。あれ、今日雨だ。あ、ダメ、スマホダメ。ゴロゴロしよう。買い物も行かなきゃなんだけど。ダメ。ただのってつか、接吻って。おいおいおい、おだより硬い。